おはようございます。カリフォルニア仙人です。自然に帰る、みんなだいぶそういう動きになってると思うんですけど、その自然、人間は自然に生かされてるんだという、その自然に対、自然を敬う、心、本当に昆虫から小さな細菌まで意識を持った生命体だと、ゴキブリもコミュニケーション分かってくれるんですよ。このアパートに来て2回もう3年2つの夏ゴキブリ2、3回出たんですけど、さすがに私もこうあれするけど、掃除機でね、こういう小さな吸い上げて中でこう生きてるんですよ。でそれをこう、ただ単に外に行って外のに逃がすと、そうするともう今年は一度も出てきてないですね。もうそこのバルコニーのところにちょっとこう夜こう寝転がってる時に顔を出したけど、この中には入ってきてほしくないんだなっていうのが、やつらの彼らのそのネットワークでつながってるんですね。この触覚でものすごい生命体なんですよ。蚊にしてもこの間もこうまた来て蚊が入ってきて、もういいよ吸って血を思う存分で、でも実際にここに止まると目の前でうわーってやってこう逃げて、でもこのもう心がこういいよっていうあれになってるから、その音もプーンっていうのがもう言葉ぐらい、そのメッセージのように聞こえるんですね。そのわざとここに飛んで今いますよ、行きますぜって言ってるんですよ。それもちょっとね、波長が変わるんですね。音の聞こえ方が変わってるって言われたらそれまでだけど、向こうが出す音、羽の音も本当に心地よい、ピンな、もうプーンじゃなくて、それがもう人本当にワンオクターブ高いみたいな、そのピンピーン、なんかもう鈴の音のようなもう心地よい音で、来て来て来て、ってここに実際に止まるとさすがにちょっとね、そのうわーって言ってまだバーっていくんだけど、そのでも向こう側の命を敬うっていうことで、向こうも分かってくれて、全く刺されてないんですよね。どこか刺されたのかもしれないけど、もしかしたらあの痒みが出るのをこう、なんだろう、全く痒くない、なってない、次の朝、翌朝、こうもういいよ、もう見れないから、もう好きなだけ吸ってくれと、こう寝たんですけど、朝起きても全く刺された跡もないと。人間は自然に生か、自然の中で生かされている に過ぎないと。よく万物の霊長たる人間様がっていう、中村先生がそういう言葉、それはものすごい気概があっていい言葉だと思うんですけど、でもあまりにもね、
その自然とこう隔離されて、さらにその自然物をその、うん、こう除外すると、いや人間の本当のすごいアイデアって実は自然からも自然とつながることによっていろいろこう、ひ、うん、本当そうですよね。自然に心を開くと自然がいろんな恵みを与えてくれる。本当にそれは植物だけではなくて、もう昆虫から何から何まで全てですね。その生きとし生けるもの全て、命あるもの、その背後にあるものを敬うっていう心、があれば、を取り戻す、取り戻しているみんなが今だんだんと、中村天風先生は4つの心があって、まずは物質心といって、物にも心があるって、物の心の中心はその全てのそのこの中心だと、この重心バランスでこうバランスが取れる、その中心に物質心、それから植物心、植物心っていうのは神経系統だとかいろいろ言ってるけど、そのそうすると本当に、まあ、鉱物だから天然のもの、素材とか、うん、そういうことね。他に何か、うん、そういうことです。自然を敬う。私はそう、山へ行っても山がこう迎え入れてくれる。その裸足で歩くんですよ、歩けるときは。そのまあ温度とか地面の温度、湿度、それからテクスチャーですよね、砂利とか土とか砂とか、その変わっていく情報が足の裏から入ってくる。で山がこう迎え入れてくれてるっていうのがよくわかるんですね。山の心が伝わってくる、うん、そうすると本当に動植物、鳥とかトンボとかが道案内してくれて、この間も叫びますか皆さん、山彦、ヤッホーとか、前、いい言葉、なんだろうな、I love you とか、まあ、たやーとかでもいいんですけど、叫ぶんですよ。そうすると山彦が本当にワン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 って続きますよね。で、そうするとこう鷹が飛んできて、この間もね、ついこの間もわーって前この上から飛んできて、はーいって言ったら、って言ってスーって飛んでいくみたいなことが、うん、できるようになります。